あ、生きてる。ハリス？ハリス元気？Have you discovered anything yet? Nothing. 何も。This is some building, though. I think なかなかいい建物だね。ここに来ると落ち着くよ。The scissor man is somewhere in this building, Harris. I'm only guessing, but I think it's you he's after, not me. 彼の狙いは君なんだから。Oh yeah. あ、鍵くれる。You can have it. I wonder what it's for. Helen, you better find a way to defeat the scissor man. シザーマンを倒す方法とやらを探した方がいいよ。あ、それどこに？あそこにこもってんの？何くれた？あ、暖炉の鍵。あ、あそこの鍵か。あ、違うルートもあったのかな？いない。なんだと？あれ？なんか狭い。今適当に穴入ってみたんだけど。ひー！モグラ？ネズミ？あ、食べられるエンド？あ、そんなのあるんだ。なんだと？よし、今ゴッツに会って拳銃もらって、で、あのハリスにもらった暖炉の鍵でこっちから行ってみる。ここが開くらしい。で、ここ通る。嫌がる。暖炉の中にはしごのついた通路がある。中に入るのはちょっと嫌な予感がするわね。でも入ってもらう。それで、おっと、地震が、あ、崩れちゃったってことかな。ここはどこかしら。これ最初来た方だね。あ、拳銃を落としてしまったようだ。こっち来ちゃうと拳銃を落としてきちゃうみたいなんだよね。で、拳銃がないからジェニファーは助けられないということだね。で、この化粧箱の鍵でここを開ける。それでだ。多分先にエンディング C を狙ってるかな。で、ちょっと飛ばすね。よし、来た。これはジェニファーを助けられずに、あと秘密の言葉、ウハイ氏を知らないでここに来ると、多分、あ、いる。バートン教授。お、ヘレン、大変な発見だよ。シザーマンの秘密がこんなところに隠されていたとは。発見されたんですか？あ、これで彼を滅ぼすことができるだろう。この奥だ、見てきたまえ。なぜですか？怪しい。あー！石か？鉛玉か？やられた、教授。バートン、悪いやつだった。あ、お墓に。あ、これゴッツかな。あ、ゴッツがお墓にお花を添えてくれてる。ジェニファーも死んじゃってるからね。こんな感じのエンディングです。ちょっと飛ばします。おし、これがランク C だね。あとは D と A かな。先に D を回収します。よしよし、じゃあ次。 Is there anyone there? あ、声がする。 Jennifer? Is that you? Helen? Helen? Jennifer! ジェニファーがいる。 It's no good. 扉は開けられない。Hold on, Jennifer. I'm coming to save you. これ持ってるよ。あ、こんなイベントあったんだ。あ、そう、今、なんだっけ、 C クリアしたから、今度エンディング D だね、を見に来たんだけど、今回はジェニファーを助ける。すごい。錠前が吹き飛んだっていうびっくりマークついてるから。で、これでもう一回拳銃を構えておく。ジェニファ、今の間にそこに行ったの？それとも最初からそこにいて喋りかけた？ジェニファー、やばいやばいやばい、これ、それでこれ、よし、どうしたら。
かっこいい。当たれ。よし。当たった。Did I get him? Jennifer. 逃げていった。あれ、ゴッツが撃った時そんなに当たんなかったのに。何か気みたいのを込めたかな。Thank God you're alive. よかった、生きてる。Helen? It's okay. You're safe now. I've got the scissor man cornered. 大丈夫だよ。シザーマンを追い詰めたわ。ここでじっとしていて。OK。これで、ジェニファーは大丈夫だから、この状態で、この奥の拷問室に行く。おーっと、血が垂れている。あ、やられてる。大丈夫？でもさっきやられたからな。プロフェッサー・バートン？ふんふん。Why did you?なぜこんなこと。 Helen, do you remember the first time you came into my class? 話したはずだよ。 I warned you all about the danger of people who 異常犯罪を研究する者は犯人の暗黒の精神に巻き込まれ一体化してしまう危険がある。 And turning into the criminal him or himself. 今のバートンだったのか。 I warned you all to always be on your guard against him. 今のシザーマンはバートンが暗黒面に飲まれてジェニファー殺そうとしてて、 Isn't it ironic that I myself should have become in trouble. ヘレンに今撃たれたのね。だから聞いたのか。自由が。Are you sure the same thing won't happen to you? You wanted to be involved in the case from the start. 望んだことではないと。やめて死に際にそういうの言ってくの。Being dragged into the abyss? No, I'm not gonna be like you. そうです。ヘレン間違います。あ、お亡くなった。ああ、だから銃聞いたんだね。変装もしてたんだ。シザーマンは二人いた。You did good, teach. よかったな先生、お嬢ちゃんも無事だぜ。あ、これだとあれだね、バートン教授が犯人ってことで終わっちゃうのかな。Hey, cheer up. You've had a bad shock, but at least you're safe. That's something worth smiling about.Yes, 謎が残る終わりになっちゃうんだね。あのエドワードのことは何も分かんないから。あ、終わってしまった。じゃあちょっとカットします。出た、エンディング D だね。これで残すところは A だね。でさらにあの全員できるだけ人が生きてるエンディング狙っていこう。よし、頑張るぞ。ちょっと今からカンペを書くので、しばしお時間を。よし、ここ。ヘレン編の最初のとこだね。ここからやっていこう。さて、まずは、バローズ邸の鍵を取りに行く。どこだっけ？この隣かな？時間が押してくると仲間たちが死んじゃうので、できるだけ急いで。ここに鍵がある。ふんふん、 OK。 そしたらここ行きまして、この次がここ出ると確かあの窓ハンドの部屋だね。でここで本とメモをゲットする。出てきた。連打する。そしてこれ、ここをうまいこと、そう、いける。おーし、ああまだ連打してる。大丈夫？まだカサカサ言ってるけど。でメモを取ります。これで OK。 次は寝室だね。書斎の鍵を忘れずに取りに行きたい。仲間は大丈夫か。どれぐらいで死んじゃうのか。びっくり。で鍵いただいて、はい。でこの段を調べる。で暗い、
はい。で、懐中電灯。そうだね、電池が切れてる。これやらないと電池が手に入らないみたい。フラグが立ってなくて。なので忘れずやっておく。なんかベスがいるとこ、トイレらしいね。もともとトイレがあったところが崩れちゃってんのかな。トイレ使えないって絶望的だけど、ここ。入っていく。そして、いる？あ、いるね。で、このベス、前殺されちゃったんだけど、2回話しかけると助けられるみたい。ごめんね、ベス、急いでるから。ベスはここで待ってて、危ないから。そうだね。No way! I'm not staying here by myself. I'm coming with you. これでついてくって言うけど、もう一回話しかけて。Beth, listen to me. The scissor man is equally strong against one of us. 何人で言おうか関係ないのよ。So there's a better chance of one of us getting out alive if we split up. バラバラ？いや、みんな一緒にいた方がよくない？ I'll find a way to defeat the scissor man.まあそう言って分かりました。でも絶対戻ってきてくださいね。これでベスは助かるみたい。なのでベスを置いていく。実際は一緒にいた方がいいと思うけどね。ここの前はお鍋の中に入ってたけど、この扉を調べると、あ、生きてる。このイベントが起こればハリスは生きている。Harris, you frightened me. Have you discovered anything? どうだい、何か分かったのかい？ Nothing. ハリス、急いでるから。I think I'll be safe here. 落ち着く？ The scissor man is somewhere in this building, Harris. I'm only guessing, but I think it's you. 彼は僕を襲ってくるつもりはないね。いや、こないだここに入ってましたよ。首だけ。Oh, yeah? I picked up this key. ありがとう。でもこの鍵は罠の鍵で使っちゃダメみたいなんだよね。拳銃を落としちゃうから一番いいエンディング見れなくなっちゃうの。だからこの鍵は使わないのがベスト。これで上がろうとしたら、ふんふん、ドンって言われる。で、どう？あ、いる。生きてるかな？でも大丈夫？他のみんなは無事なんですか？わからない。私も探している。2人あったわって言ってあげたら。ノランのやつ生きてるのかな。あ、ちなみになんだっけ、前言ったかな、シザーマンに追われてる時に仲間がいる部屋に入るとその仲間殺されちゃうんだって。結局助けられないことになっちゃうから入っちゃいけないらしい。ノラン大丈夫？目覚めてるノランの横でノランのレコーダーを拾って電池をいただく。ノラン何も言わないんだね。ありがとうね。よしよし。それでこれ箱を開けて鉛玉をいただく。照らしていただきまして、ある？よし、ゲット。ふんふん、はい、一緒ね。オッケー。いただきまして。あ、ありがとう。かっこいいじゃん。よし。ただもう一回銃装備しといて、すぐ撃てるように。今回は絶対にジェニファーを助ける。来いよ。来てみろよ。どうか？ジェニファー、もう押してるからね。もう連打してるからね。いけいけ、よーし、ヘレンの構えが入った。このカット今勝てる。ヘレンの雄たけび。おーし、当たった。 Did I get him? うん、当たった。これでも痛がってるからバートンなのかな、やっぱこん時は。ジェニファー大丈夫？Thank God you're alive. 生きてる。Helen? It's okay.
大丈夫だよ。ヘレンが来たからもう大丈夫だよ。よしよし、じゃあ待っててね。それでこっちは行けないんだよね。今先にこの奥に必ず入らないとイベント進まないみたい。で入る。あ、そうするとやっぱこのイベント見れるんだね。バートンがやってたっていう。プロフェッサー・バートン？ふんふん。なぜこんなことを。Helen, do you remember the first time you came into my class? 前のお話と一緒だね。I warned you all about the danger of people who research Edmund McBride, 暗黒の精神に巻き込まれてしまう。一体化してしまう。And turning into the criminal him or herself. I warned you all to always be on your guard. 犯罪心理学とか学んでるとちょっと心が病みそうだもんね。Isn't it ironic that I myself should have become entrapped by the evil spirit of the scissor man? And Helen, are you sure the same thing will happen to you? You wanted to be involved in the case from the start, did you not? Are you too being dragged into the abyss? No, I'm not gonna be like you. さよならバートン。これでバートンは死んじゃう。バートンは絶対に助けられないね。こっちだと。ヘレンルートだと。それでだ。You did good, Teach. あ、角度が違うね。You've the crime. It isn't over yet. まだ終わってないわ。What do you mean? The professor said he had become entrapped by the evil spirit of the Scissorman. に巻き込まれたと言っていた。やつ、つまり本当のシザーマンがまだ残っているのよ。そいつを倒さない限り解決 しないわ。ふんふん。そうだね、倒しに行こう。ジェニファーと一緒にいてあげて。もう一度この屋敷を調べてみる。そして本当のシザーマンを見つけ出すわ。Well, しょっちゅう会ってるよね。追いかけてきてるよね。Helen? Don't worry. I'll be okay. 大丈夫。そしてあとは。あ、もう一回入って、あの、化粧箱だね。こっち。開けて、マップをいただいて、もう降りるだけ。頑張ろう。そんなに時間はかかんないね。もう慣れてくれば、ルートさえ分かってれば、調べるところ決まってるからね。で、ここの、これで、これ。これ調べて、こう、マップをいただく。ふんふん。噴水の下ね。で、そこへ向かう。これでやり残したことはないかな。多分みんな生きてる人には話しかけたし、大丈夫だと思う。じゃあ噴水まで行こう。よし、水を抜いたのでここ降りていく。 OK、 大丈夫かな。これでうまくいってれば何人だろう、7人助かってるはず。どうかな、ヘレン。もうヘレンのお尻も見納めかな。さてと、大丈夫？誰もいないよね。OK。で、ここ。入ろう。そして、ついに、ラストバトル。OK。もう、準備しとくからね。これ、投げてやればいいんじゃないの？これ、鉛玉。エドワード、ほら見てごらん。もう持ってるからね、ヘレン。ほら、手に持ってるから。やってやんよ。ヘレン、こっち。早く。遊んでる暇はないのだよ。
ゲームやってるけど。ゲームは遊びじゃないから。真剣にやってるから、高場は。さて、これだよ。はい。そこに置いて、拳銃使える前ここ吸い込まれちゃったんだよね。なんかフラグ立ってないから何もできなくて。扉を開き、道を示せ。は、い、しゅ。どうかな。ここ本当にどこに繋がってんだろうね。引きずられてる。大丈夫か。銃で合ってる。こっち助けて。こっち助けて。これどうするの、やっぱこれ。ゴッツ、あ、ゴッツがやってくれる。頑張れゴッツ、頑張れゴッツ。撃ってる、撃ってる、撃ってる。ゴッツ頑張れ、ゴッツ頑張れ。二丁拳銃にするから頑張れゴッツ。ゴッツ頑張って。え、じゃあ自分でもなんとかする。ゴッツ撃てる、ゴッツ信じてる。よし、さすがゴッツ、ありがとう。助けて、助けて、助けて、助けて。うー、なんとか。ここ崩れた後、この扉とか大丈夫なのかね。わーお、崩れてる。あ、こっち側か。あ、こっち頭怪我してる。Don't upset yourself, Ms. Maxwell. It looks like we're probably too late. いや、大丈夫だから。I'm telling you, Jennifer's alive. Hey, someone in here. Jennifer. あ、ここに繋がる？ Jennifer, you're safe. あ、一人だけ？かわいい。そしてナイス太もも。あ、こっちはノランとは会ってないのか。頑張ったねジェニファー。終わったわ。これで完璧に解放されたのかな。終わりました、ついに。多分これA ランクだよね。ちょっと全員助けられてるかはまだわかんないけど、これ最後なのでスタッフロールはちゃんと流そうと思います。ふう、なかなか大変だったけど、まあ2人ルートがあるからね。で5個ずつエンディングだけど、でも1の時よりかは回収しやすかったかな。あのセーブデータ遡って違うフラグ立ててくればすぐに回収できるから。しかもあの3個目のなんだっけ、シナリオ 3? ラストシナリオだけセーブ取っとけば回収できるからね。あ、ただシナリオ1のあのジェニファーだと油差し、あとヘレンだと懐中電灯を取ってきてないとベストエンディング A は見れないんだよね。だからそこ取り忘れないできてればシナリオ3のラストシナリオだけのセーブデータ最初のを持ってれば全部回収できるかな。全部 E 以外はか、 A から D まではシナリオ3でラストシナリオで回収できるね、多分。そうだね、なんとか。いや怖かったけど結構面白かったな。なんかクリックするのが新鮮でね、このパソコンのマウスみたいので。あと1の時よりなんか動かすの楽になって操作性がちょっと良くなったかな。早く走ってくれるし。うー、シザーマンもこれでおとなしく眠ってくれるといいけど、でも続編あるの知ってるんだ買ったから。ただ次もしやるならなんだっけ、あのゴーストヘッドの方もう一回チャレンジしようかな。あれね、最初の方ちょっとやってなんかすんごい怖くてやめたんだよねあれもうちょっとトラウマになってしばらく家にいるのが嫌になったっていう一人であれのせいで家の電気つけるようになったんだよね、廊下とかしばらくそんな記憶があったから。ただ最後まで頑張ってみようかな。まあ2行けたからゴーストヘッドも行けるよね。
なんかでもあれ確かさ、日本だった気がするんだよね、舞台。だから余計怖かったのかも。なんかそう、確か。そう。そうだよね、多分。日本人だった気がする、出てきた人たち。そう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 。思い出してきた。怖い。あれもなんかいっぱいエンディングあるらしいから、やろっかな。ちょっとなんか1本か2本ぐらい違うのを挟んでね。心が癒される何か挟もうかな。ホラーばっかやってるともう怖いから暗闇とか夜とか怖くなっちゃうから。ただあのジェニファーとかヘレンが結構メンタル強いからね。クロックタワーのこの 1,2 は結構落ち着いてできたんじゃないかと自分の中では。よしよし。でもまあなんとかコンプリートできたのでね、おまけを見て終わろうかな。だね、あとやり残したことってないよね、多分。全部拾ったし、まあ、ちょっと見れてないフラグ違いのイベントとかあるかもしれないけど、ちょっと細かくは分かんなかったからいいかな。全然大きな他のルートっていうのはもうないと思うんだけど、あのほらヘレンでゴッツ編に行けるみたいなやつとかはやったもんね。だから多分大丈夫。うん、ということでね、これで一応ゲーム実況は、クロックタワー2のゲーム実況はおしまいかな。なんか長かったようで短かったような、結構サクサク遊べるね。まあ片っ端から調べていけばいいから、ちょっとあのさ、2回調べなきゃいけないとか探すの難しいところはあったね。フラグ立ててからもう一回調べないとみたいな。だからそうするともう一周調べ直し見たくなるから大変かもしれないけど、でもそれを頑張ったらこういいエンディング見れるから。よしよし。さてゴーストヘッドできるかな。一番心配しているのはゴーストヘッド。怖かったという記憶が残っている。あ、でもどう繋がるんだろう。なんか全然ゴーストヘッドはほんと最初の方でやめちゃったから、シザーマンとかいたかなみたいな。あ、終わる。このエンディング何回、11回ぐらい見てるからね。A は2回ジェニファーで見たから。これ飛ばせないんだよね、あのスタートボタンとかで。1回見たエンディングだったら飛ばせんのかな、初回だから多分。あ、来た、エンディングランク A。 ふんふん、これもしかしてサバイバーですか。今頃なんですけど、サバイバー7ということでいいかな、生き残りみたいな。よしよし、これでなんとか揃ったね、取れました。 OK、ちょっと待ってね、確認しよう。エンディングリスト、よし、これでコンプリートだね。で次、あ、そういえばヒント、あ、8取れてない。ちょ、気になるね。ちょっと今先に8拾ってくるわ。でこのおまけ見ておしまいにしようかな。あ、じゃあヒントはそうだね、ここで一回分けようかな。じゃあクロックタワー2の実況はこれで終了となります。ここまで見ていただいた皆様、ありがとうございました。じゃあ、ここで一旦、閉めます。じゃあ、後でおまけとか見ようね。じゃあ、一旦、拾いに行ってまいります。またねー。